紫輝くんの涙から一年、新たな一歩に隠された謎と興奮。キング、プリンスからナンバー、愛へ、ファンを魅了する成長の奇跡。2023年5月20日のレヌー101放送から数えて、時は経ちました。しかし、その瞬間の感動と興奮は今でも私たちの心にしっかりと刻まれています。紫輝くんの涙、騎士くんの必死がこらえ、そしてジンくんの穏やかな笑顔。あの瞬間、 彼らの姿は私たちの心に永遠に残るものとなりました。彼らの姿が今でも忘れられない瞬間です。しかし、この素晴らしい瞬間が過去のものとなるかと思っていた時、驚くべきアナウンスがありました。そして驚きのニュースが舞い込んできました。あの感動の番組に新たな賞としてまた彼らが登場するとのこと。驚きと興奮の入り混じったこのニュースに心は踊ります。 CD 発売直前のサプライズに感謝の気持ちでいっぱいです。NHK さん、タッキー、本当にありがとう。東京ドームでのステージも待ち遠しいですね。あの涙に立ち会った私たちも、その後の番組での彼らの成長を見てきました。テレビ初出演は、彼らにとって特別な瞬間だったことでしょう。音楽番組への出演を待ち望んでいたファンの期待もようやく叶った瞬間です。 ゴートを披露する彼らの姿に期待が高まりますが、CD の店頭販売がないことに少しの疑問を感じます。トベサイトでも売り切れとのこと、一体何が起きているのでしょうか興味津々です。数多くのキング、プリンスとしての活動の最後がメヌー101だったことを思えば、一年も経たないうちに同じ舞台に戻るとは驚きです。ナンバー、愛としての新たな一歩、新しくファンになった方も多いことでしょう。 金プリ時代から比べ、彼らの魅力がさらにパワーアップしているのを感じます。3月2日の放送が待ち遠しいですね。彼らの番組への選択には、彼ら自身の思いが込められていることでしょう。時が止まったままのファンへのメッセージとして、NHK を選ぶことで多くの人に届くメッセージがあります。これからも彼らの選択に感謝し、応援し続けます。最高の夜、最高のお知らせに心から感謝しています。 3月2日、それがどれだけ素晴らしい夜になるのか、今から楽しみで仕方ありません。NHK のスタッフの皆様、タッキー、本当にありがとうございます。来週のベヌー101、リアルタイムで見逃さずに、録画もして宝物にします。最後に、NHK のスタッフの皆様、タッキーに心から感謝の意を表します。来週はリアルタイムで視聴し、その素晴らしい瞬間を宝物として心に刻みます。 どんな形でも彼らの輝きを楽しみながら応援し続けましょう。